ありけん、クラスに一人はいそうなデブ。クリエイターサポートのコードが知りたい？大正解。それじゃあ動画へ、レッツラゴー。はい、ということで、FNCS3 週目でラストということで、ここが終わったらもう終わりですね。今週は。ヒートが始まっていくって感じですね。はい。さあ、期待の超新星、若手実力派ナンバーワン、シュートたちのチームを見ていきましょう。さあ、なかなか上の人間落ちない。さあ、ここはハイグラを崩そうとしたが、目の前壊して一度後ろに戻っていく。さあしかしくっついてしまってる。ここは落として、さあ目の前一発ボコボコにされてしまう。さあコヨタいい感じに崩したんですがね。さあでもコヨタが崩したおかげで、さあ敵はさあアンチの中から外れてしまっている。さあここはハイグラを取り返した。シュートたち残るチーム4パーティー。さあこれはいい感じにハイグラを取ったぞ。さあコアがキットを、巻いていこうとしたが、さあまずシュートから巻いている。さあ目の前1マス開けて、さあシュートキットを巻かなきゃいけないが、ここは一度後ろに下がって、さあキャベツキットをやっていくか。これ間に合うかな。でもさあその隙にコアがやりに行って、これはキットが8、間に合う。これ間に合う。あ、うわうわ分かんない。うわ間に合うかなこれ。さあ残り 1v1。 さあ着馬を取って、1回復2回復2回復は間に合うが、3回復は間に合う。さあこれは足りるか。シュート足り、あさあ目の前1人落として、さあしっかりとライト持っていく。これは美味しい。さすがが落ちているが、ここはライト気づいてない。さあ目の前も落として、さあ逃げる。これはうまいうまい。さあしっかりと周りが見えているぞ。残り5パーティー。さあそうね、ちゃんとピン刺して覚えておきたいね。ここ、さあチャグバズ打って、さあ残り人数4パーティー。これはなりそうだね。上がどんだけ降りてきてくれるかによるけど。さあハイグラを取ってるな、ザコゴミクソ。さあどんな名前だ。さあ全員でやり合っています。ファイヤーたち優勢かな。3人フルで今日そうね。あ、全員3人だ、全員3人。3対3対3だ。そこでそこでもうそいつらが落ちてくるのが一番怖いね。さあここはインファイトだが、ライトやっている。1人しっかり倒して、さあもう1人、さあ後ろのアーカラムも、さあ倒して、さあ全員死んでしまった。さあカウンター決めていきたい。ライト、さあ大人ゲーマーの1人。さあ目の前のファイヤーがいるが、ここは着馬ぞ。ファイヤーからゲット。さあ回復勝負が始まる。さあ WWWM が、さあ目の前いるが、さあハイグラ登ろうとしたが、横にいたサブマシンガン。まあでもアリーナ、全然アリーナやりてえな今度。アリーナ走る。うわーレフニー、なんで生きてんだー。え、なんで生きてんの。チョコラブさんのカバーが熱すぎる。2人ともなんで生きてんのレフニー。これさあもう前の方はさあアンチができている。さあ登ってきたところ、ワンボックスしっかりね。フライトさん落ち着いてやっていきます。さあ残り7パーティー。さあ周り見て、チャグバズもあるので、さあどっかのタイミングで打てるが、さあここは2本あるね。チャグバズいいね、でかい2本。さあ回復勝負になっても戦えるチャグバズの量です。さあ目の前、うわー美味しそう、美味しそうな人たちが、これはいたがね。フライトさん大人の対応。さあアンチを伸ばしていきます。さあ上ではジョザたちが、さあ結構しんどそうな顔してるね。さあネフライトさんたち、これは3人、おーおー上からこんにちは。しかしチョコラブがしっかりとやっている。さあ目の前降りてきたのをしっかりネフライトさんやっている。チャグバズ一発打って、さあ全員で下がっていきます。さあ目の前アレンがこんにちは。ここはエイム君倒していく。上から誰かが降ってくる。さあ 1v1 になりました。さあ下には回復、目の前には敵、一発しっかりヘッドショット、金本の強いところ。さあシュンシャン、我々に何を見せてくれるのか。現在59ポイント位置づけているのは4位の順位。さあこのマッチアリス君もいるし、いろんな人がいるし、さあ強い人間がたくさんいるぞ。さあこの強い奴らがいる中で、どこまでシュンシャンがいけるか。さあしかし HP は着バズで回復。さあ目の前の敵しっかり倒している。隠しを入れてキルポイントゲット。
さあこのチーム全部で9キルしてますね。だいぶ倒してるね。さあ残り6パーティー。さあ目の前ルナがさあ突っ込んで、さあ倒しに行っている。さあシュンシャン後ろで回復勝負。ここはシュンシャンやられて、さあルナ君に回復勝負を託している。さあシュンシャン目の前で、さあ誰からもキル取られないようにしっかりと隠れている。さあもう1個食べて、メディキは負けないのでね。さあ着バズと一緒に併用しながら、さあ戦っていく。目の前の F はツバッキーかな、名前が分かりませんが。さあシュンシャンたち、ここはビクトリーロイヤル。さあしかしこれは横、うまい、130、うまい、うまい、しっかりと AK の腰打ち。さあ先ほどマウフィンが言っていた腰打ちが当たるようになったんだよね、という AK 強いんですよ。なるほど。さあ新情報。さあしっかり AK 持ってる、メタが分かってる人がいますね、ちゃんと。いや僕が教えました、これ。さあ、マウフィンが、発祥ということでさあこれは資材がなくなってしまったピナー。さあ残り資材、ルイサナも15枚、そして木しか残っていない。さあここは一段上に上げていくが、後ろからショットガン。さあピナがアンチ外でハイドしながら、さあどうにか耐えていきたい。そうね。さあ目の前進行しかできないがいたが、目の前、さあタスク、うわー惜しい。さあ目の前の敵倒していきたいが、ここは降りてきた人にやられてしまった。さあここは早めに戦線離脱。これはでも足りそうだね。さあお魚ちゃん食べて、これ、ね、きっとで回復できるんじゃない？これ、ね、6個食べればね、実は回復できるんですよね、きっと。いやー、きっとを使うまでもなく。さあこれ横にいるが、これはリザート、いいキル、さあライトなんちゃらかんちゃらを倒してチャグバズをゲット。さあでも上を落とさない方が、でも事故りそうじゃない、落としたら。3人だからちょっと怖いよね。さあ1人ずつゆっくりやっていきたい。さあこういう時大事になってくるのは見るところです。同じところを見とかないとね、やっぱ勝てるまま。さあ一人降りてきたぞ。さあ階段入れられて、ここはピナがクラネコと戦っているが、リズアートがしっかり取っている。さあしかも2キル入れている。さあもう一段上げていきたいところ、現在4位、いいよ。さあ降りてきたところ全員でファイトです。チェックブズ最後の一発打って、さあやられてしまうが、さあ横からリザート張り替え勝負で、目の前しっかり、あ隠し、うわ間に合った、ナイスナイスナイス、ツーツー。さあ残り3人、さあ後ろから出てきた、倒せればうまい、うわうわ、惜しいわ、かっきり取れず、ここはやられてしまった。そして回復勝負、ダービー龍家が勝っていく。強っ、うやばっ。さあ横取られちまった、ここはカウンター入れるが相手もうまい。うわアルベダさん上からの連射式で、さあでもアルベダさん1人やってない、めっちゃ惜しい。さあ2キル分入った。さあそしてチャグバズと魚じゃねえや、さあ野菜を使って順位を少しでも上げようとしている。さあ目の前もう敵が降りてきているが、ここは資材が増えたので、さあ前に一発でも当たったら終わる。いやギリギリまで行きたい、うん、ま、さあここ当たっていないが、うわ、うん、さあ連射式サブマシンガンで一気にやられて、さあ上から狩りに来たが、さあ一人やられてしまった。さあエンネアが上で回復、さあラレリーメイン、さあリーメインも下でやり合っている。さあツリンティと、さあワン 2v1 です。さあ上の人間はさあ回復まだまだ、うわー久々になったスラープフィッシュ持ってる人、うわしかも買って、これは崩せない。あれ倒すんじゃね。さあ一人倒して、さあラル君の資材は増えていない。うわ頑張れ。さあ惜しい、キルは入った。さあもう一度2キロ入ってるね、惜しい惜しい惜しい。クラッチマスターラル、そうね。さあこの前今日あの僕が上げた動画ね、あのラル君がすごいスーパープレイ見る、あの見せる動画なので、よかったら見てください。さあそしてそのラル君が、さあまともや、さあクラッチを出そうとしている。さあここはボブのお箱、さあ合流して詰めていくが、さあここは交差してしまったね。さあでもいいよ、ポイント稼げてるよ、さっき10ポイント増えてるよ、さっきやら、うん、これちょっと90はいっときて、このマッチで90いったらマジでかい。そうね、さあ横から撃たれてる、こう落ち着いてキャベツを食べていきます。ラル頭いいからね、うわーが目の前出てきた。さあここはボブの見せ所、怖
残り資材8枚。さあここは耐えたぞ。うわあ、ここは資材がない。資材が足りなかったね。さあイグナイトソーフィニー。さあイグナイトアンク。うまい。うい。さあ壁じゃねえ、なんだ。目の前な、全然出てこない。あ、窓だ。さあ窓開けて一人倒していったが、なんだ今何あった。後ろからショットなんだよ。一発ぶち込まれたぞ。さあハイグラを取ってるのは誰だ。上を取ってるのはアレンたちのチームが取っている。うわすごい上。さあシャモキーたちがすげえやり合ってるぞ、ね、さあミニポ1本2本。さあしっかりトウモロコシ食べてます。さあ下からの圧をしっかりとカットして、えぐ。さあしっかりヘッドショット当てていきます。さあトウモロコシちょっと終盤まで残したいが、さあ残り1人になってしまった。これはもう順位を上げるしかないね。そうだね。さあサルトライフルいいエイム。さあここはカブトを1人撃破。さあ1パーティー減ったが、さあ下ではイグナイトたちが暴れている。さあ残り資材2枚なので、もうどっかで下に行ってやり合うしかないね。さあ崩されて落下ダメージは、さあギリギリ受けない。さあ目の前にいるが、ここは持ち替えミスってしまったか。今の持ち替えミス。さあアルバイグル。さあここは回復勝負していきたい。さあ目の前に落ちてきている。さあカウンター狙っているが、ここは倒せるか。うわー逆にカウンターもらっているが、さあ味方の援護で勝っていく。さあ出た。さあワイルドホークを、強っ。てか狙ってるところがいいよな。しっかりね、見えてるよなこいつ。上あのね、把握能力めっちゃ高いと思うこいつ。さあハイグラ取っている。わエムイやばい。さあ高評価一番ありがとう。これ勝てば通る。そうでも勝てば通るし、勝たなかったら落ちる。そうね、勝てばワンチャンあるし、キル取らんと。うまい。さあここはしっかり張り替えて。さあ片栗撃破、ダメージがラギしたんだ。さあしかもこれ勝つくね、ワンチャンある。マジでキャベツ多分ピン刺したね。うん、あとで。そうね、あとで来るねこれは。さあクラッチマスターラギス。いやでも1体。うわさあここ外しまう。いやここも外しまう。いやけどラギスさんならあるね。しかもラギスさん金本だし。さあ上から来ているが、しないよゼロ。いやでもキル取らないとちょっと正直この人やりたいな。そうね、資材0枚。うえぇ、さあしっかり倒せ。着バズもう一個こゲット。おい、うまい。さあ降りて倒して、じゃんけんぽん。いやでも上からの。さあ一度アンチ外に出てきます。いやこれ1位だな。うわうわ、まあしゃ資材あれば全然いけたなこれ。頑張れ JD。 あーこれは逃げられる。さあバモスがいるが、これかける入れ、あれ、えうわこれったじゃない。え違くない、違った。え敵じゃない。いや今の目の前の弾が味方で、今降ってきたのが敵。ああなるほどね。いやこれは惜しい。さあラストマッチ終わりました。さあボブたちはいけてるんでしょうか、見ていきましょう。じゃあ行きます。 FNCS 最終予選、予選3のラストマッチ。さあ33位以内が明日の試合に出れます。見ていきましょう。どうぞ。1位マイポリ156ポイント、同率2位で、デーモンが、1位、どっちも1位かな。でマイポリが1位。さあバッコピーターパンが3位。強いねここもね、ピーターパン。ここ強いね、すごいね、いつも強いね。ナイトルたちもそうね、明日いける。ライリリア、リアルバライザ、レックス、 NGNL、 シュートたち、ゴールデンクレメンス、さあアレンたち、 A2 フォーステック、アルバ、マルオ、ネフライトさんたちもいってる。強い、うん、あでもボーダー、あれでもボーダーどうだろう、タフがね、うん、14で120。さあアークラムの偽物かな、多分偽物と聞いた、ね、15位シュンシャンたち、ナイス。よかったシュンシャンたち、ナイス。カタクリたちが17、アーリンが18、フィードラット、おお、はいボブ、まあ115、ナイスナイス。20位、はい明日、うん、おい明日いいね。さあイグル、えでもえリザたちワンチャン悪くね、ワンチャンある、マジでこっからどうだ。いいよいいよ、下がった、ヘレヘレ、いやいやヘレ、いやいや、やばい、もう一個、もう一個、うわー109がアルビドさんたち、いやワンチャンある、マジでこっから、こっから、ワンチャン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 、本当はメッシーたち言ってる。え、ワンチャンある、え、マジである、え
くぜ。せーの。リザたち何位これ。うわー、同率34位。うわ、ワンチャンあったー今完全に。それじゃあ今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。それじゃあまた明日、33位6マッチ5時から始まりますので、明日またよろしくお願いします。それじゃあ一旦今日はここで終わります。せーの、またな。バイバーイ。またな。